カワビシャカは、鈴木木スズ亜アにクに所属する魚類の分類群の一つに赤に分割され、カワビシャテングダイなど7属13種が含まれる。カワビシャカは、インド洋、西部太平洋及び大西洋南西部に分布する海水魚のグループで温暖な海の岩礁域に生息する。日本近海からは少なくとも4属4種が知られている。海底付近を遊泳する。 肉食性の魚類で分布推進はやや深く、水深40から400メートルの範囲で暮らす種類が多い。オーストラリアでは、ボーフィッシュと呼ばれるほか、各地で食用として利用される。川シャカの魚類は左右に平べったく、著しく側平たした体型を持つ。体高は一般に高く、特に高いツボダイ族から、やや高めのペントサラプシス族まで様々。 頭部が露出した骨に覆われることが大きな特徴で、英名のアーマーヘッドの由来となっている。背びれは一つで4から15本の棘状と8から29本の難状で構成される。尻びれの棘状は2から5本、難状は6から17本。腹期は大きく1棘後難状。背びれ、尻びれ、腹期の棘状は非常に強く発達している。 ウロコはシュウロコで、小さいが眼鏡である。上手上顎骨をかき、椎骨は24から27個。川ャカには、ネルソンの体型において、二赤七属13種が認められている。天狗大イビスチャスアキュティロストリス。明瞭な横縞と大きな背びれが、特徴の種類図、ボダイペンタサースジャポーニカス。本家魚類は背びれ、尻びれ、腹筋に強靭なトゲ状を持つ。 ツボダイ類の背びれトゲ上部は、南上部よりも、長いカワビシャアカヒスチャテリニーは6属7種からなる。背びれトゲ上部の規定は、南上部よりも、短いかやや長く、スキボネの葉をかく。パースタイプタース及びペンタセラプシスの二属は、以前は独立のアカ、パースチャテリニーとして扱われていた。ツボダイアカペンタスロウティニーには一属6種が所属する。背びれと下上部の規定は、 南上部よりも、かなり長く、月骨に葉を持つ。草刈り大など3種を、草刈り大属スドペンタサースとする見解もある。ありがとうございます。